今日12球団一斉にセパが同時に開幕しました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。読売バッターボックスは4番阿部。ジャイアンツこの回同点に成功、攻撃は続いています。西さん、初回先制されてその裏同点、ここは一気に勝ち越しておきたいですね。そうですね、ピッチャーの立ち上がりを攻めておきたいですね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。高いバウンド、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは阿部。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。西さん、序盤で点差を広げるというような展開となってますが、やはりエース対策というのがあったんでしょうかね。いや、そうでしょうね。もちろんよくミーティングもやってたと思いますよ。リプレイでご覧いただきましょう。バッターボックスには4番阿部。初球ボール、ここは大きく1球外して様子を見ています。2ボール、やはりランナーを警戒したでしょうか。そうですね、まあこうしてカウントが悪くなっているのもね、ランナーの力も大きいですよね。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。4番バッター阿部、今日はまだ当たりがありません。まずはアウトコースのボール球でカウントを稼ぎました。右中間へ持っていった、これは大きな打球、真っ二つに破っていった、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点、7対3、なおも3。いや、これ難しいボールですよ、よく持っていきましたね。勝利に近づく追加点、あとは最後を守りきるだけでしょう。試合を制したのは読売ジャイアンツです。西さん、大事なホーム開幕戦、見事勝利で。
東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞ。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。阿部が入ります。昨日のゲームはバットでチームに貢献しています。阿部、背番号10。インサイド空振り。この球は落としましたが決まりません。ボールになります。打ちました。一塁送球します。アウト、ワンアウト。阿部が入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。西さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあそろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。ボールになります。打ちました。アウト、ワンアウトです。そしてバッターボックスは5番、阿部。ジャイアンツ、点差を縮めてきました。西さん、同点のチャンスに打順が回ってきました。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。低め、いいところに持ってきましたが外れます。低め、ストライクになります。フォアボール。まあとにかくね、ランナーを貯めることですからね。まあ自分の役目をよく分かってますよね。
バッターボックスは4番阿部。前の打席ではフォアボールを選んでいます。まず打ちをついてきました。まっすぐを持ってきました。内へのボール球、空振りです。ワンボールツーストライク。バッター見送りました。低めの際どいところですが外れています。スリーボールツーストライク。打ちました。鳥谷ツーアウトになりました。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。なんとか逃げ切りました。西さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしい最後でした。いいバッティング。